グランバッサムの歴史都市の一グランバッサムの歴史都市は、コートジボワールの南コモエ州のことグランバッサムのうち、フランス植民地時代に築かれた歴史的な街並みが残る地域などを対象として、2012年にユネスコの世界遺産リストに登録された物件である。植民地時代のことというだけでなく、独立運動においても重要な役割を果たしたグランバッサムの歴史都市は、 コートジボワールの世界遺産の中では、コモエ国立公園以来約30年ぶりの新規登録物件となっただけでなく、同国では初の文化遺産登録となった。グランバッサムの名前の由来は、コモエ川川口のことをアルサムと呼んでいた人々がかつて存在したことによるという。その人々はこの地に移り住んだ人々だったというが、この地には時代ごとに様々な民族が流入した。 グランバスサム域内の漁村で暮らす、ヌズイマジンも15世紀末から16世紀初頭に、この地に定住するようになった人々とされる。この地は19世紀になると、イギリスとフランスが領有をめぐって、争うようになるが、そんな中で、フランスは一体を治めていた主張、当てくぶれと条約を結び、要塞を建設する許可も得た。 1843年に建設されたその要塞がヌムール要塞で現存はしないがグランバッサムの都市計画は元来このヌムール要塞から拡張する形で展開したものであった。19世紀後半になるとフランス商人が進出するようになりその一人であったアルチュール・ベルディエが初代総督となった。そして1885年のベルリン条約で フランスの領有が確定すると、フランスは本格的な都市建設に乗り出し、グランバッサムを最初の首都とした。グランバッサムはエブリエ型と大西洋に挟まれた細長い土地に発達した。1896年設立のキリスト教聖堂グランバッサムは1893年に首都となり、換金作物栽培地の拡大をはじめとする。 植民地開発の拠点として大きな役割を果たしたが、1899年の大熱病の大流行では人口の四分の三が失われる事態となり、1900年にはバンジェルビルに遷都された。その後も南東部の主要な港町として一定の繁栄は見られたが、グランバッサムの西方、同じエブリエ型沿いに位置するアビジャンが成長し、そこにエブリエ型と外洋を結ぶ。 ブリディ運河が開通して、港湾機能が高まると、グランバッサムの地位は低下した。1970年代以降、歴史的建造物群の保存や修復が意識されるようになり、現在のグランバッサムは、歴史的建造物と海水浴場を特色とする観光地になっている。コートジボワールの世界遺産条約定約は1981年1月9日のことで、 アフリカでは12番目の定約国であった。そして、ニンバ三原制自然保護区の拡大登録、タイ国立公園、コモエ国立公園と世界遺産登録を進めたが、長らく文化遺産の登録はなかった。このため、コートジボワール当局は、文化遺産の登録を強く望み、ユネスコ事務局長、松浦孝一郎が2004年に、大統領ローランバグボと会談した際には、 グランバスサムを文化遺産第一号として推薦する強い意向が示されたという。コートジボワールの世界遺産の暫定リストにグランバスサムが正式に記載されたのは2006年11月29日のことであった。最初の推薦は2008年2月1日に行われたが、それを踏まえた翌年の第33回世界遺産委員会の審議結果は情報紹介であった。 情報紹介決議の理由になったのは、その時点の推薦範囲に、水ず人地区畜が含まれていなかったことや、比較研究の不足、保全計画の不備などが理由であった。コートジボワール当局は2010年に、世界遺産基金から登録準備の助成も受けつつ、推薦書を練り直した。最高において、水ず人地区畜も、厚生資産に含められ、三類等、 ラム級市街などにとどまらず、世界遺産未登録の植民都市などまで、比較対象に入れる形で、顕著な普遍的価値の証明が行われるなどした。改定された推薦書は2012年1月30日に提出されたが、それに対し、世界遺産委員会の諮問機関である、国際記念物遺跡会議は、世界遺産としての顕著な普遍的価値は認めたものの、干渉地域を さらに拡大すべきことなど、管理、保全方面での注文をつけ、再度、情報紹介とすべきことを勧告した。しかし、その年の第36回世界遺産委員会では、アイコモスが勧告していたほぼすべての改善要求が、併記される形ではあったが、逆転で登録が認められた。世界遺産としての正式登録名は、ヒストリックタウン・オブ・グランド・バッサム、 ビルイーストリックでグランドバッサムである。その日本語訳は資料によって、以下のように若干の違いがある。グランバッサムの観光案内図現在のグランバッサムは、面積400平方キロメートルで、日本でいうと、東京23区の約3分の2ほどの面積である。そのうち、世界遺産に登録されているのは1.1平方キロメートルで、この世界遺産は、 歴史都市と東大という二つの構成資産に分かれている。前者はその中が、さらに居住地区、行政地区、商業地区、水間人地区という四つの要素に分けられる。歴史都市は、エブリエ型と大西洋に挟まれた細長い土地に位置し、フランスが格子上の街路に基づく都市計画を展開してきた。その中は、西から順に以下の四つの区画に分かれる。 居住地区居住地区は約30ヘクタールの土地に130軒ほどの建物が見られるが中密というほどではないので地区には木が植えられているスペースも存在している住居の基本設計としてはファサードに柱があることや羽根板のついた鎧戸の存在が指摘されており新古典主義様式が多く見られる居住地区と名がついてはいるが感謝や学校といった 公共性の高い建物もいくらかは見られる。観光地化が進められ、海水浴場沿いにホテルが建てられているのもこの地域である。行政地区行政地区は約23ヘクタールの地区に植民地時代の館長などが残っている。古い建物としては首都になった1893年に建てられた休想特府、その翌年に建てられた旧郵便局、税関などがあるが、 都市計画は1909年以降に整えられたものである。他の目立つ建物としては、旧財務省、裁判所、県庁舎、市庁舎などがある。商業地区前日の通り、グランバッサムには首都になる前から商人たちが進出していた。商業地区は約15ヘクタールの地区で、市内でも最古に属する外区である。19世紀後半に建設が始まり、 1920年代から30年代頃の建物も多く残る。植民地時代にはコートジボワール最大の商業地だったが、現在ではその機能は失われ、中産階級から低所得者層が多く住んでいる。ズイマ人地区、ズイマ人地区は歴史都市の東端を占める地区で、面積は約10ヘクタールである。ヨーロッパ人の入植以前からズイマ人が暮らす集落だったが、 グランバッサムの都市計画が拡張していくに従い、計画都市に組み込まれ、格子状に整備された街路が見られる。ただし、ムズイマ人地区のうち、商業地区から遠い東端には、伝統的な漁村としての生活様式が保持されている地域も残り、古来の住居様式も見られる。ムズイマ人地区と商業地区の境界域にあたる阿ビサ広場と阿ビサ大通りは、 伝統的な祭事が行われる場所でもある。その祭事は10月末から11月初旬に1週間行われることから、その時期を観光客が訪れる最適な時期と位置づけるものもいる。東台は1913年から1914年にかけて建設されたもので、高さ17メートルの石像である。灯台のある地区は、エブリエ型と小萌川に挟まれた半島部に位置し、 1950年代まで使われていたがアビジャンのポールブエが成長してグランバスサムが主要な港としての地位を喪失すると廃れてしまった。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。